このベアバーガーはアメリカだけでなくて日本にも店舗があります。東京都内の確か代官山に第1号店ができているはずです。ホームページを見てみましたらちょうど1周年をお祝いしていましたので、ぜひ機会があれば足を運んでみられてはいかがでしょうか。日本のベアバーガーはどんな感じなんでしょうか。ぜひ教えてください。それでは一緒に健康に食べて、そして運動をして、もっともっと健康にハッピーに、そして長生きな人生を一緒に送ってまいりましょう。今日も Go Natural TV をご覧くださってどうもありがとうございました。ぜひまた次回をお楽しみに。